こんにちは。医学書院の N 君です。医学書院の看護師国家試験問題集には便利なウェブ電子版がついているよ。早速僕のスマホでちょっと紹介します。ウェブ電子版の機能は大きく分けると、過去問題や模擬問題を解く機能、国試の勉強に役立つ資料を見る機能があるよ。まずは問題を解いてみよう。問題演習機能では受験日を登録したり、国試の勉強の進捗を記録できるよ。問題集は年度別や系統別に分かれていて、いろいろな角度から過去問にチャレンジできるんだ。それぞれの問題集は正解した問題が増えると緑色の正解バーが増えていくよ。今日は病理学の問題集にチャレンジしてみよう。検索条件では難易度を選んだり未回答だけにしたりできるよ。問題の順番は出題順のほかランダムにすることもできるんだ。1番と2番が正解かな。間違えた。解説で確認しよう。この問題はちょっと難しかったので曖昧にしておこう。次の問題はどうかな。やった、正解だ。この問題はしっかり理解できているので完璧っと。回答を終了すると今回解いた問題の結果を振り返ることができるよ。今週の学習状況に反映された。問題を解いた後は資料を見て勉強してみよう。今日は品質項目チェックアップで大事な項目をまとめてチェックしよう。大事な項目はこうやってフィルターをかけながら覚えられるよ。フィルターは一つずつめくれるから大事なポイントを暗記できるんだ。問題が難しいと感じたら、まずは品質項目チェックアップを使って効率よく勉強しよう。他にも国試対策に役立つ資料がたくさんあるよ。医学書院看護師国家試験問題集のウェブ電子版はたくさんの機能で国試対策を全力サポート。みんな使ってみてね。